皆さんどうもこんにちは。百名レッスン中央アプリに潜入チャットきたいなと思います。本日はですね、レート性格坊主道シーズン2やっていきたいなと思っております。前回もですね、たくさんの高評価再生コメント本当にありがとうございました。めちゃめちゃ励みになってます。ツイッターでね、ハッシュタグ坊主道とかつぶやいていただければ、そちらもチェックしておりますので、ぜひツイートしてください。ということで前回のコメント紹介いきましょう。一緒に坊主になりましょうは草。いや、多分シュートさんなら一緒になってくれるはず。抜いた後ってマジで自然と上で開いてる。しみじみ言われるとちょっと恥ずかしいね。沼ったら取り戻したくてやり続けるも取り戻せないほど沼れに1票。めちゃくちゃわかる。僕もこの前それで100落としましたね。ベンチに偽ケイン濃すぎて草。こするぎな。ということで本日もですね、レート戦略坊主道やっていきたいなと思うんですけど、ルールはシンプルですね。ウイレアプリのレート戦略を目指す。5月末までにいけなかったら坊主。そしてですね、スカットの制限はアイコニック5名まで。このルールで本日もやっていきたいなと思っております。で、実はですね、今のレートなんですけど、見てください、ものすごい上り坂。これは坂道グループもびっくりって感じなんですけど、あの後ですね、なんと9戦負けなし、怒涛の7連勝で、なんとですね、レート1442、1450手前までやってきたんですよね。マジでドミンゲス使いやすいっすね。あのね、その日の朝が1320だったので、だいたい1日でレート120ぐらい上げたことになるんじゃないかなと思います。もう完全に波来てますので、このままですね、1450掴み取っていきたいなと思っております。で、今のスカットこんな感じなんですけど、ほんと変わってないっすね。あのプリシッチの枠をイサクにしたんですけど、それ以外ほんとに変わってないので、これがかなりハマってる形ですね。やっぱりダブルアンカーもすごくいいですし、特にアズムンかな。あのさっきの表にですね、得点者って書いてるんですけど、ほぼ毎試合アズムン得点してるんですよね。で、アシストなんかも決めてますので、いやー、ちょっとこの選手はですね、使ってみて本当にえげつないというか、改めてめちゃめちゃ強い選手だなっていうのを実感しましたね。なので皆さん、この動画出てる頃にはちょっとライブアップデート A 終わっちゃってるかもしれないですけど、持ってる方はですね、ぜひ積極的に C でも使う価値あるんじゃないかなと思います。ということで、じゃあこのまま行きましょうか。1450チャレンジいけるか分かんないですけど、まあいけたとしても、いけなかったとしても、もうぶつかっていこう。それが比較ゲームズの坊主道。さあ行きましょう。やべえ、めっちゃ緊張してきた。頼むよマジで。まずはね、マッチング次第で一勝でいけるかどうかっていうの変わってきますからね。まあワンチャンめっちゃ格上とか来れば引き分けでもいけるかもしれないですけど。さあ1366、リクトさんよろしくお願いいたします。これは勝てば8ぐらいは上がりそうだね。調子、うん、アズムン絶好調、最高だね。そしたらルンメニゲも入れちゃいましょうか。ルンメニゲをムバッペと変えて絶好調で入れて、あとはもうルイス・アルベルト信じるか、うん、信じよっか。ルイス・アルベルトマジで頼むよ。ここで絶好調。さあ行きましょう。そしてワイテスさんは、おお、ツイードラーか。ツイードラー対ドミンゲス、新旧疑似 3CF 対決、絶対に負けない。まあ実際ですね、このツイードラー対ドミンゲス、疑似 3CF 対決でもありますけど、どっちの髪型になるのかっていう対決でもありますからね。これは間違いなく負けられない戦いなんじゃないかなと思っております。さあ集中していきましょう。やべえ、めっちゃ手汗がやべえ。本当にね、あのみんな大げさって思うかもしれないですけど、手汗がマジで手足げん。さあやっていきましょう。よろしくお願いいたします。先に言っときます、あの多分全然喋れないです。比較全然喋れないと思うんで、そこをしっかりと、アズムンいけるか、おおお、いけるか、いやいけない。ちょっとガチで、ちょガチ集中するわ。ここはここ一旦集中、喋るよりもプレー、喋るよりもプレー。デルピ、ルンメいけるか、いやいけないか、うー、いやーヒヤヒヤするね。大丈夫だよ。さあ落ち着いて、さあメッシここ当たらせて、ルンメ大丈夫大丈夫、クリバリならやれる。オッケー、ナイス。はい、さあここやべえな、もったいないね今の。やべえ、めちゃくちゃやばい、危ねえ。さあルイ・パトリショーからサイドに出す。はい、落ち着いて、大丈夫、焦らないプレーが大事、焦らないプレーがめちゃくちゃ大事なんすよ。さあデルピエロからここ、さあルンメ通るか、通らないけど、ここ取れんじゃない、取れない、うーわめっちゃ緊張するね。さあここでしょ、ここでしょ、ここ詰めちゃうよ、ルイス・アルベルト詰めちゃうよ、詰めちゃって、さあ完璧なカット、さあ完璧なカットから、はい、アズムンシュートミント、いや打っちゃった。さあここカマビンガーなんとか守れ、よーし、気合だ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 って人いたよね、そういえば。あ、やばい、待って、ワビアルイス危ねえ、よーく足出したね。さあ品川おじさんなんとか行って、さあ風見ろからここ出しちゃおうか、ワンタッチ、はい強い、はい強い、オッケー、ルイス・アルベルト、はい、このパスセーブあるよ、ここ中入れてルンメ、よーしよーし、やールイス・アルベルトのパス精度生きていく。さあ1年間ガチスカで使うと決めたこの男がしっかりとアシスト決めていく。さあ頼むよ、待って、
あ、やばい、うそでしょ、やばいって、それえぐいって、ナイス、オッケー、一度落ち着こう。はい、ここもう一度、いやーダメか、もったいないですけど、もったいないけど、さあいいね。さあビエラのところを当たらせる、当たり前のように当たらせて、大丈夫大丈夫、うやばい、それは、あ、ナイス、神すぎるって。それはルイ・パトリシオ、ルイ・パトリシオガチで神。はい、さあここから集中、バストーニ、ちょっとちょっとちょっと、大事な一戦で何してんの。バストーニはオッケー、さあデルピー、ここに入れて、さあいいよ、デルピから、デルピに出るか、さあデルピに、デルピ、デルピにパスが、デルピ来た、決めてくれ、クレームにか、うう集中、おおおおお、一瞬ナメップかと思ってしまいました。さあここ戻って、あ待って、やばくね、それは、それやばくね、はい、いや、やばすぎる、うわガチかー、もったいねー、いやー今のカウンターもったいないね。まあまあしょうがない、しょうがない、しょうがない、切り替えていきましょう。さあまずは一発、一発狙いつつですよ、一発狙いつつですよ。さあアズムン、アズムン頑張れ、よーし、アズムンしか勝たん、アズムンしか勝たん、開幕でしっかり返していく、いいよ大丈夫。さあこのまま終わろう、一旦このまま開幕やらせんな、開幕は絶対ダメ、開幕級ゲームズングやれちゃダメ、オッケー、ナイスデルフィ、よし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 、これはこれはもうクリアで終わろう。バストにナイスクリア、強豪校のクリアで終わっていくと、よし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 、2対1、さあ落ち着けてるよ、パス成功率も 86%、 これ 80% 切ると調子悪い時ですから、しっかりとこの辺りも保てている。そしてどうしよっか、ここでまだ信じよっか、まだこのメンバー信じましょう。さあ大一番で起用したルイス・アルベルトもしっかりアシスト決めてくれて、絶対にあるぞこの試合、この試合あるぞ。さあナイス、開幕防ぎ、オッケー、さあ集中だよ、ここここ1本ね、ここ1本取りに行くよ、はい、これも一旦逆サイドいく、そう焦らない、焦らないことが大事、焦らずに、そしてここで技術リシーフに当てる、そして簡単な、あいいね、すごくいい、アズムン、アズムンからルンメ、ルンメからデルピ、いやーそこが入らないか、うわくそ、今のもったいないね。はい、どうなる、ここムバッペ当たらせて取れるんじゃない、待って気をつけて、はい OK 大丈夫、よし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 、落ち着けている、めっちゃ緊張する、めちゃくちゃ緊張する、まだレベルは低いけどもやっぱり緊張する。さあアズムンどうする、アズムンしっかり前向いて、しっかり前向いてからルンメに出す、ルンメからもう切り返せるか、惜しい、いやー惜しいね、いや今のシュートフェイントで止めてから折り返しでもよかったな、ちょっと焦り出ちゃいましたね。はい大丈夫、これは大丈夫、オッケー、ナイス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 、事故らないでよ、事故らないよ、怖いよ怖いよ怖いよ、うわやばい、焦った焦った、ガブねー、うちのアズムンとは大違いでよかった、お相手さんのアズムン、これがアズムンの呪いよ、アズムンの呪いかけといてよかった。さあ集中力、これねもう一点決めればめちゃくちゃでかいから、絶対にもう一点決めたい、やばい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 、自分が一番焦ってる、そのプレーに焦りがある。さあルイス・アルベルト、はいデルピー来るか、ルンメパス、アズムン、いやーこっちのアズムンにも呪いがかかってた。さあ集中、まだリードはできてる、リードはできてる、はい勝って、ファビアン・ルイスマジか、ちょっと待って、落ち着いて、よし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 、ルイパト、ルイパト、いいよ、さあここ折り返して、もう一度ルイス・アルベルト取れるか、取れなそう、全然ダメそう、それはこれ交代しようか、これちょっと交代したいね、やべえそれ、やべえ、やぶねえ。さあここ交代入れて前に出しちゃって、まずいね、焦ってる、着実に焦ってる、はいキャンベル前出そうか、うわーやばい焦ってるな、縦に急ぐな、縦に急ぐな、比較78分だ、78分、縦に急ぐな、絶対に絶対に縦に急ぐ必要はない、縦に急ぐ必要はないのに、そこで決められていくか、うわ激アツすぎんなこの展開、ちょっと焦りすぎたな。そしたらルンメをもうモラタに変えよう、モラタ信じるよ、そしてキリアン入れよっか、キリアン、アズムン、カーロ、これでいきましょう、そしてアラン、いや中 T さんでいこうか、中 T さんいきましょう、これでお願いします。さあまずは開幕、まずは開幕のところ、しっかりとしっかりとしっかりと抑えて抑えて、いやー止められる、マジかー、めっちゃ止められんな、はい、さあよしよしよし、お相手さんも焦ってるよ、
おあいつさんも焦ってて、いやーここなんで短くなった今、めっちゃもったいね。いや大丈夫、クリアで、これはクリアでしょ、これはクリア、オッケー、はい、ナイス。いやーそこずれんだ、めっちゃもったいないよ、そのずれは、そのずれはやばすぎる。ただナイスカット、このカウンターあるぞ。さあデルピ、デルピからモナタ、モナタ決めろ、きた、ムバッ、ムバッ、ムバッペ、よーっしゃ、よし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 、信じ続ければ絶対に取れると、そう信じてきた。頼む、終わってくれ、終わろう、話し合おう、よし取った、来たぞデルピ、もう一度、よーし勝っていく、よし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 、これはマジで激アツな試合、めっちゃ熱かった。さあただシュートは打ち切った、そしてセーブ4本、まあよだいぶセーブされたけど、それでも打ち抜いた。さあこれいったんじゃないですか、感動の1450、残り50に迫る、来い、よっしゃ1451、ありがとうございます。ということでちょっと今日は切りをここで終わっておきましょうか。なんか気持ち的にもうなんか疲れちゃった、この試合にもうかける気持ちが大きすぎたんで、もう疲れちゃったので、まだまだこっから50が遠いことは分かってますので、はい、こっからまた頑張っていきたいだと思います。本日もありがとうございました。これで8連勝ドミンゲスマジで強い、みんな使ってください、いつもありがとう、次の暴走でお会いしましょう、バイバイ。